スチャダラパーは日本のヒップホップグループ。1988年結成。1990年に高木館プロデュースによりデビュー。所属事務所はメロディーフェア。兄とシン子は実兄弟。初期メンバーとしては亀井正文が在籍していたこともあった。亀井は兄の同級生でスチャダラパーだった後は実業家に転身。ちなみに亀井は 坊主の弟である光島隆史、加藤上文らと共にトーンペーズなるグループも結成していた。また兄は、アフラ、ロボ中と共にドーナツディスコデラックスというグループを結成。桑沢デザイン研究所で知り合った坊主と兄に、浪人中の新庫 DJ に加え結成。グループ名の由来は、1985年から1992年に、 活動したギャグユニットラジカルガジベリービンバシステムの1986年の公演スチャダラにラッパーを組み合わせスチャラカでスーダラなラッパーという意味合いを持つ今までの海外ヒップホップシーンの主流だったマッチョでハードコアロセントは対照的なアトライブコールドクエストやデラソウルといったグループが登場した90年代初頭に それらの影響を受け、そこに、日本における上記のラジカルガジュベリビンバシステムなどの演劇シーンや、インディーズレーベルナゴムレコードなどの日本のサブカルチャーの文脈が結合したおもろラップを提唱し、シーンに登場する。等身大でコミカルなライムとコーヒーにいいなトラックで存在感を示す。活動開始して間もなく、メジャーフォース主催の 第2回 DJ アンダーグラウンドコンテストにおいて太陽に吠えろのテーマソングにラップを乗せるパフォーマンスが話題となり特別賞を受賞。そのままメジャーフォースからデビューとなった。1993年デラ・ソウルのアルバムバルーン・マインド・ステートに高木菅と共にラッパーとして客演参加。日本のファン向けの日本版ボーナストラックではなく アルバムのオリジナルトラックに参加という日本人ラッパーの海外アーティスト参加という非常に珍しい例となる。1994年小沢健二と共演した今夜はブギーバックが50万枚を超える大ヒット。タモリのボキャブラ天国のエンディングテーマにも採用されお茶の間にラップ、ヒップホップを浸透させるきっかけを作った。またヒップホップグループクラン。 リトルバードネーションを結成、その中心的存在として功労し、ジャパニーズヒップホップシーンの開拓に大きな役割を果たしそのスタイルを確立した。ハードコアゲーマーとしても有名な3人は、ニンテンドー、スーパーファミコンのソフト、ゼルダの伝説神々のトライフォースの CM で音楽を担当。ゲーム雑誌。 ファミ通や子供向けコミック雑誌、月刊コロコロコミックなどに連載を持ち、かつて坊主は、バーチャファイターにありたさにゲームセンター用のゲーム筐体を個人で購入し、自宅に持ち込んだ逸話が知られる。マザー2の攻略本の中にも登場した。また、坊主は1994年より5年間、フジテレビ系列の子供向け番組、ポンキッキーズにレギュラー出演。 電気グルーヴのピエール・ダキア、鈴木蘭、アムロ・ナミエと共に番組進行を務めた。坊主はナレーターとしてファンタやドラえもん映画作品など数多くの CM に起用されている。2005年3月にはアルファとのコラボレーションでアルファスチャダラパーとしてシングル惚れたぜ、原宿をリリース。2005年4月から 電気グルーブスチャダラパーとして、電気グルーブとのコラボレート開始。J.Wave2005 年春のキャンペーンソング、トワイライトを発表。6月には、セカンドシングル、聖おじさんフルアルバム、電気グルーブとか、スチャダラパー発売。8月には、サマソニ霊語、ライジングサンロックフェスティバル霊語に出演。2006年11月29日発売のリップ。 スライムのフィフスアルバムエポックでは、レッツゴー7から8匹で、リップスライムとのコラボレーションが実現した。2007年に、ザ・ハロー・ワークスとして、スライマングース、ロボチ中とコラボレートし、全国各地のフェスやライブに出演している。同年10月6日土曜日24時30分から、東京 FM より、シャノバスタート。 2008年2月23日放送 TBS、ラジオライムスター、歌丸のウィークエンドシャッフルに出演し、日本語ラップの20年を振り返る特集として、ライムスター歌丸と2時間にわたる対談が実現した。2008年6月東京メトロ副都心線、開業開業告知 CM 局、グッドオールドフューチャーを担当。 同年9月トリビュートアルバム、赤塚藤二トリビュート41歳の春だからに、電気グルーブスチャダラパー名義で参加。2009年1月14日、NHK 教育テレビ、メジャー第5シリーズオープニングテーマ曲、Hey, Hey, All Right を、スチャダラパー木村カエラ名義で発表。その後、スチャダラパーとしては8年ぶりとなる単行本となる、ヤングトラウマ。 ヒロコドカベン・バムバータ、兄初の写真集、ブリング・ザ・ノイズを経て、3月25日には11枚目となるアルバム、11をリリース。11月25日には、ツアー風景に加え、独自のフィクションを追加した、ライブ DVD、スチャダ・ラッパーの悪夢をリリース。2010年1月27日かねて、より客演などで交友があったホロカリのシングル、エンドレス・ナイトに、 坊主がフィーチャリングで参加。2月24日、活動開始20周年記念として、同じく活動20周年で共に、LB としても活動してきた東京ナンバーワンソウル、セットと同日に、初のレーベルを超えた、ベストアルバム、ザベストオブスチャダラパー1990から2010をリリース。それぞれのアルバムには東京ナンバーワンソウルセットと、 共作の新曲が収録されておりザベストオブスチャダラパー1990から2010にはスチャダラパーフィーチャリング東京ナンバーワンソウルセット名義でネバーエンディングビーツがベストセットには東京ナンバーワンソウルセットフィーチャリングスチャダラパー名義でスターダストが収録された。 2015年活動開始25周年を迎え、スペースシャワーミュージックレーベルから12枚目のアルバム、1212 12、リリース。2016年4月には、ミニアルバム、兄、シンボーをリリース。2017年5月、スチャダラパーとエゴラッピン名義による、ミクロボーイとマクロガール、サマージャム20を音楽配信シングルとしてリリース。 7月にフジロックフェスティバルに出演し、小沢健二と、今夜は、ブギーバックにて共演した。2021年8月17日、坊主の新型コロナウイルス感染を公表。出演を予定していた、番組、DTV プレゼンツ KPP と、坊主みんなの放課後は、出演をキャンセルした。2010年以降、 日比谷野外大音楽堂にてライブイベントを開催するのが恒例となっている。なお、すべての公演にロボ中がサイド MC として出演している。その他シングル、共演シングルミニアルバム共演アルバムライブアルバム、ベストアルバムスチャダラパーに、坊主ラジオテレビ、スチャダラパーのテーマ PT1。権利の関係で未発売、トラックを変えたスチャダラパーの テーマ PT2 が、制作、収録された。AB、スチャダラパー、坊主、新型コロナ感染出演予定番組はキャンセル。オラカンニュース、https コロンスラッシュスラッシュ www.oricon.co.jp スラッシュニューススラッシュ2203756スラッシュフルスラッシュ2021年8月17日閲覧。 スチャダラパーライブ2017年イアウトの旅にエゴラッピンのゲスト出演が決定。さらに会場ではスチャダラパーの新作 CD セブンティーン EP も発売します。ニューススチャダラパースチャダラパー .net2021 年9月5日閲覧スチャダラパーライブ2017年イアウトの旅にエゴラッピンがゲスト出演。新作 セブンティーン EP も発売。FNMNL2021 年9月5日、閲覧。同年同日に発売されたスチャダラパーのベストアルバム、The Best of ダラパー a d r 1990から2010には、東京ナンバーワンソウルセットを客演に迎え入れた、ネバーエンディングビーツが、ディスク2の17曲目に収録されている。 2011年7月3日に発売されたスチャダラパーのミニアルバム3000位にはカミングスーンが収録されている伊藤成功トリビュート再建設的参加アーティスト収録曲公開 オラカンスタイル http コロンスラッシュスラッシュ www.oricon.co.jp スラッシュニューススラッシュ2075335スラッシュフルスラッシュ2016年7月20日閲覧本アルバム発売前の2015年3月20日に MU スターグループ名義でシングルカットされている MU スターグループセカンド7シングル 最後の歌いよいよ今週末322発売です。スチャドラパー兄、バカリズム脚本、かもしれない女優たち2016に出演。音楽ナタリー。http コロンスラッシュスラッシュナタリートミュースラッシュミュージックスラッシュニューススラッシュ204626。スチャドラパー兄、阿部博士主演の推理ドラマ最終回に出演。音楽ナタリー。 http://natalie.mu/.music/.news/.2111652016 <ッ>ュュュュスス年11月29日閲覧。リリカルスクール、初主演映画の完成をメジャーデビュー記者会見で発表。映画ナタリー。2016年1月22日閲覧。ありがとうございます。